スーツケースパンパンです。高橋正樹です。今日16日金曜日ですけれども、17日札幌でライブを終えた後、18日日曜日には九州へと旅立ちます。いろいろな街にお邪魔するようになって15年ちょっと経ちます。まあ、一般的な洗面道具等はもちろんですが、これを持ってきて正解だったなっていうものがだんだん導き出されてくるわけです。それはマグカップ。まあ、ホテルの備え付けのものを使ってもいいんですが、まあ、よく僕はホテルの部屋でドリップコーヒーを落として飲むことが多く、そのコーヒー用のマグカップを持っていきます。ステンレス製なので割れない。冷たいものも温かいものもどちらでも使えるという愛用品です。あとはシャンプーとボディーソープ、これも自分のものを持っていきますし、ドライヤー、このドライヤーも相性というものがありますから、自前のものを用意してます。まあ旅の必需品というのは様々ありますが、皆さんはどのようなものがあるでしょうか。もし困ったらぜひ旅のお供に高橋正樹の音楽を。ということでいきます。今日もギター一本さらしに巻いて FM リベール、高橋正樹とけっぱって。この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りします。最後までガツンとワイトでよろしく。0120098-118「奥歯いい歯」「君も白い歯」「奥歯いい歯」「奥歯いい歯」「エルム行けば君も白い歯」皆さんいかがお過ごしでしょうか。高橋正樹です。先週12月10日土曜日は札幌白石にあります歌謡クラブありがとうさんでライブをさせていただきました。満員御礼、皆さん本当にありがとうございました。久しぶりに再会できた中学校時代の同級生たちも駆けつけてくれて嬉しかったし、札幌近郊遠方からもたくさんの皆さんがご来場くださった、心から感謝してます。ライブとしましては2部構成全19曲、時間としては2時間半にわたるステージング、年内ラストのありがとうさんライブを素敵な形で締めくくることができたかなって思ってます。激しい歌、優しい歌、歓喜を織り交ぜながらお届けした楽曲たち、お楽しみにいただけていたら嬉しいです。一期一音大事に紡いでいこうって常日頃言ってます。ギター一本潔く、まあと言いながらもギター2本使用していますけれども、ステージでは、まあ、今回はギターについてお話ししようと思います。ヤマハ、そして
シェリーというメーカーを使用しています。イメージとしてはヤマハはフォークっぽい音、そしてシェリーは少し都会的な音と言ったら分かりやすいかもしれません。まあ機材としては目の前にいっぱいこうエフェクターと呼ばれるものを置いたりはしません。シンプルに線をつないで、いわゆるシールドというものをつないで、ただジャンと出していく、潔く、うん、ヤマハとシェリーどちらも共通して大事にしているのは高音と中音の抜けの良さ、そして何よりも低音の響きなんです。あまりにも低音が響きすぎるとボン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 って言ってしまいますから、そこをあまりにも削りすぎると逆にスカスカの音になる。なので程よい具合を調整するのが、これは腕の試されるところです。うん、そしてなぜギターを2本使用しているのかと言いますと、ヤマハはレギュラーチューニング、そしてシェリーはオープンチューニングと呼ばれる、それぞれの色合いを出すためのチューニングが異なるので2本使用しています。例えばミルクという歌があります。この歌はシェリーで弾いて歌いますが、例えばこの曲をヤマハのギターで歌ってみるとまた違うんです。うん、これは不思議なもので、この曲にはこの歌にはこのギターで弾くというものがマッチするかどうか、先ほどのドライヤーの話じゃないですけれど、相性というものがあるわけですよ。やはりこれは奥深い、うん、いろいろと追求していこうと思ってます。形、もしも世界が終わるとしたら、最後に君の名を呼びたい。果てない距離さえ越えてゆけるよ、君の心に誰が住んでようと。雨に濡れずに歩けるのなら、傘になるから僕でよければ、通りすがりでも構わないんだ。ほんのまばたきでも意味はあるから、形を決めない、出会いでいいから、悲しいメロディーが聞こえないように、いつでも空には終わりがないから、この空は続いてる君の元まで。星が見えたらそれは僕だよ、少しはマシだろう。君へと向かう一筋の光、必然と知るまで泣いてきたんだ。形にならない愛でいいから、ぎこちないメロディーほど心込めて、異なる速度で巡り
会えた奇跡、形のないものは壊れたりしないだろう。確かさ、形を決めない出会いでいいから、悲しいメロディーが聞こえないように、形にしようとするたび溢れて、砕けたってかけらを何回でもつなぎ合わせるよ。異なる速度で会えた奇跡、形のないものは壊れたりしないだろう。もしも世界が終わるとしても、最後に君の名を呼べるから。高橋正樹、形、お届けしました。2022年の僕の音楽展開を総括していきましょうということで、12月に入ってからこの番組で3ヶ月ごとにお話ししてきていますけれども、今回は7月8月9月のお話。今年の夏はとにかく暑かった。3年ぶりに中標津ライブが実現となりました。7月、ずっと以前からお世話になっている中標津ライブではカフェジャストワンさんのママであるジェイミーママさんが今回新しい場所でって動いてくださって、影帽子さん、赤いグラスさんという会場でライブさせていただいた、そのお気持ちが本当に嬉しかった。そして8月は札幌でのライブ、たくさんの皆さんがライブにお越しくださって満員御礼が続きました。で、末には帯広、こちら1年ぶりでしたね、ヒップスターさんでライブで、ドトールコーヒーの十勝プラザ店さんでインストアライブ、この時に北海道新聞の取材を受けまして記事にしていただいた、そうした動きもありましたね、で9月は今年2回目となった九州ツアーの開催ということで、約2週間の音楽の旅、3月以来ということで半年ぶりの九州ツアーで、9月は鹿児島県でのステージが3本続きまして、中でも伊佐市、吉田拓郎さんが生まれた町でもあります
西福寺さんというお寺でのコンサートが開催となりました。まあ、このお寺でのコンサートっていうのは、まあ、北海道で言えば道東は本別町の高泉寺さんというところで、まあ、過去3度ほどさせていただいたことがある、まあ、響きがもうナチュラルにリバーブがかかるという素敵なお寺です。まあ、西福寺さんも本堂の響きっていうのはこれ何でしょうね、そのお寺っていうのはコンサートに向いているんでしょうねきっと、まあ、お経を唱えるときに響き渡るじゃないですか。もちろんご住職のこの発声の仕方っていうのもあると思いますけど、響きが素敵本当に、ただ今回は9月まだまだ夏の暑さが厳しいということで、本堂に皆さんを集めるともう熱気が溢れてしまうということで、お寺の外野外コンサート的に行われました。僕は少しだけ九州の夏を侮っておりました。時期的には9月だし、もう夏の暑さも和らいでいるだろうと、北海道の感覚、まあ、どさんことしてはもう夏、まあ、僕個人的にはですよ、夏でも半袖を着ることはあまりないんです。七分袖もしくは長袖をめくり上げて外に出かけるってことが多いんですが、まあ9月の九州は半袖でないと過ごすことが厳しかった。西福寺さんのステージは、ステージ横にご住職が送風機を用意してくれて、いや高橋正樹さん、熱中症になってしまったら元も子もないですから、風少しでも当たりながらステージやってくださいって、まあ午後6時前にリハーサルがあったんですが、西日が厳しくて、リハーサルの段階からもう汗だくでした。ただ本番は送風機のおかげもあって程よく暑くお届けできたらと思います。お寺コンサートをまたやりたいですね。その形で7月8月9月と動いてきました。で次におかけする歌は、これは僕の学生時代、高校時代のお話を軸に作った歌です。まあ高校時代はよく学校帰りとある喫茶店に行ってたんですね。で喫茶店で仲間連中とお互いに夢を、そして将来を語り合っていた時代でもあります。でそれから時が流れて数年後、それぞれの道をそれぞれに歩み始めて、その中で綴った歌です。曲としては2006年に案を作り、2007年の1月頃に生まれた歌です。セピア。確かなことを
今日も番組にお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。明日12月17日土曜日は札幌高橋正樹サンバディライブハイアガレ4、会場はサンバディさん、札幌市中央区南6条西6丁目ライオンビル太陽館6階にあります。会場が午後5時半、開演が午後6時、料金は3000円、ワンドリンク以上オーダー制となります。お問い合わせはサンバディさんまで 011-513-6678。 でこのライブの後次の日です、九州へと向かいます。はい、まあ、旅の必需品ということで番組冒頭でお話ししましたけれども、大粒のラムネ菓子あるじゃないですか。僕これを結構食べます。ブドウ糖摂取、集中力アップということで旅の
おともに添えてます。日常生活でも食べることが多いので、食べるとなんかシャキッとしますから、皆さんも試してみてはいかがでしょうか。ということで今年最後の旅行ってきます。この番組に関するご意見ご感想、はたまたリクエストなどなどありましたら、どしどしとお寄せください。すべての宛先はメールアドレス全部小文字でまさきアコースティックアットマーク gmail.com までとなっていますので、よろしくお願いします。番組の聞き逃し配信も放送当日午後10時から高橋まさき YouTube チャンネルの方で公開しますので、こちらもお楽しみください。この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りしました。また次回無事にお耳にかかりましょう。お相手は高橋まさきでした。また来週。バイバイ。